ルーサーとハスが共にコミニオンアンダーボースカインズを掲げている。16世紀のザクセン選定工領の規範画でルーテル教会と恩健フス派の親密さを描いている。ウトラキストはウトラキズムを支持するフス派の一派。パンとワインの両方が生産で平身とに振る舞われるべきとしている。フス戦争初期にフス派が分解した際に恩健派かつ最大派閥として誕生した。 ウトラキスト・カトリック連合軍の勝利後、約2世紀後に30年戦争が勃発するまでは、ボヘミア王国の多数派を占めた。1620年の白山の戦いで、新聖ローマ帝国に敗れた。1419年から1620年の、ボヘミア王官僚における不素派の支配領域。国境は、現在のもの。1414 14年。 プラハカレル大学のジェイコブ・オブ・ミエスが初めて提唱した。生産にはパンとワインの両方が必要と主張したが、当時のカトリックはワインだけで行っていた。ウトラキストワフス派の他の派閥に比べて恩恵で、プラハ党とも呼ばれた。彼らは徐々に星座と協力するようになり、1434年の立派にいの戦いでターボル派とシロッツィを滅ぼした。戦後に復活したフス派は、 ほとんどがウトラキストで、イジーが特に有名である。ありがとうございます。